市川歌右衛門演ずる旗本退屈男が大名家の毒殺騒動に挑む二部作。第一部、旗本退屈男捕物控え七人の花嫁は、概要欄のリンクからご覧いただけます。松平家のお家騒動に潜む邪悪な企みを、早乙女門戸の助が謎を解き明かし、悪の一味を成敗しちゃうんです。早乙女門戸の助を市川歌右衛門が、松平義則を大友龍太郎が演じています。それではどうぞご覧ください。元禄年間五代将軍綱吉治世の頃、武家の長万と堕落はその曲に達しまして、じゃんこめとりとり赤塚青塚白塚黒塚権力かさり魔法ばやりで七里潔白領民王女で世の中真っ暗闇。中でも赤塚組の棟梁並川鉄斎は無法をもって江戸八百夜町に鳴り響きましたが、ある日明神下の料亭川陣におきまして、当時評判の女役者猿若さん屋に無理難題をふっかけました。挙句の果てには、なんとあんたえげつないやつやおまへんか。いい一島またの女体が所望やったら昔くさって、人もあろうに三夜半を裸にコロコロコロっと向いてしまおうというどっこい層は問屋がおろしまへんわ。あわやストリップという時に駆けつけはったのが、これ余人にあらずして時の南町奉行様と目美伝の神様のご着難門殿助様。当時感動の身の上で、おかっぴき仏の伝吉親分の一人娘、おかじはんというのんと新女体を構えて、ちんちんかまでつは喧嘩買います、災難買いますと義教の虹でその日を送る天下の体育像だ。これが駆けつけたんですから、いかが何かは一人もこれには立ちません。いやもう散々に殺しめられてびっくり敗北。このこと評判となりまして、三夜半との浮き名が立ちます。さあ収まりまけんのんが、ご論さんおかじさんの胸の内、天やわんやのそのあてに、とうとうあんたおかじさんを置き手紙をしてどろんしありましたんや。とはしかし根も葉もない口実で、ありていはお父っつぁんの伝七親方にかけくどかれて、義理のしがらみ断ち切れず、泣く泣く家出をいたしましたのが真相。時に計らずも旦那、御州さんの江戸上屋敷におかされましては、ご当主松平出羽の神様が石見銀山を一服盛られて、ことん急中大事件が持ち上がりまして、その下手人はお前番浜田宗之助なる合子上がりの若者と断定され、10万両と評価される国表の屋敷伝旗を没収の上、資材を申し渡されました。てなこと知らんもんや境に、はるばる江戸へ出てまいりました。お母さんのおのぶさんと言い名付けのお兄さん、なんとかして宗之助を助けようと百方手を尽くしました。そやけんでも、お毒味役の菅谷三右衛門さんが謎の失踪をしたために、無実の言い開きはとても飽きまへんのや。絶対絶命、お仕置きの直前に江戸前鉄火のつむじ風の藩士とともに風のように現れたのが猿鬼人。宗之助さんはその鬼人に救われて姿を隠し、ことはうやむやのうちに一応落着。仏門にあった出羽様の弟君、義経様が13万5千石の跡目をご相続なすったんですが、そのお祝いの席上、またまた何も残らん酒の中に石見銀山を仕込みましたが、ために新君出羽様のご愛称お蓮様はそのままこと恩給、義成様は危ないところで命拾いをしはりました。その決心としましては、同じく先君出羽様のご愛称おいら様が召し取られましたが、これまたどうやら無実の罪らしく、腹に一物の過労を石丸業務、並川鉄斎と密かに気楽を通ずる柳田左近、毒殺の鍵を握る小さんの小島と早苗、猫の怨霊に取り憑かれた腰元萩野、さては巾着切りの柴田お銀など、善玉悪玉、とまいまんじと入り乱れまして、謎は謎を未開期若い期をはらんで、色と欲との二筋密、温州松江13万5千石の江戸上屋敷に毒魔うごめき、暗雲低迷、寺雲行きとはなりましたが、時しもここに、もまも
よ。前もって当たりがついていた。はい、んおお、備忘帳。はて、お銀と三夜のこの丸印は。早乙女、門戸之助はおらんか。どなた、うちの若旦那、大将をお呼び捨てするのは誰じゃ。確かに父上のお声だった。え、父上、あ、えらいこと言ってしまった。お、先生、先生、あれはあれです、あれは。まさしく父上秘蔵の千鳥のことか。答えたのが私なって、また何だねんな。ご老中、土井大井の神様の内密のお達しじゃ。今日、え、それか、それ、さようなことを存じまへんなんだ、ついご無礼を、ありがたくお受けいたしますでございます。また慌てもんやな。別にお前にお達しがあったわけやなし、相手はうちの大将だぜ。え、で、どういうお達しなんで。
文州松藩の毒殺事件の真相極秘裏に究明せよとのご上じゃが、おそらくこれは殿死に口説かれた果ての父上のお計らい。もしもし、あの五万膳の人たがりは一体何でございますね。今評判の猿岡さんやが顔見せないかと待ってるんです。とさんやはこのお屋敷に何でも二三に泊まりきりで、ご病中のお父さんも慰めしてるとか聞きましたね。お父様のご病気っていうのは、いやしてくなさいよ。そんなことは中元奉公の足に分かる道理はねえじゃありませんか。知恵ねえ。何の名刺だ。淡い池田のお殿様から運州松江のお殿様へ送られまする病気見舞いの踊り子でございます。病気見舞いに踊り子。じい、その辺までお供いたしやしょう。そんな字はすっかり元気になりました。お会長何といたして。存じませんね。感動すりゃ赤の他人でございますから。その赤の他人が何をおかじをそそのかした。何の話でございます。たぬきじいめがいかほどさような小太鼓をしたとき、やがてはおかじは拙者のもとへ帰るのじゃ。またそうさせずにはおかぬ。ラチもないことを言わっしゃる。色男ぶって帰るはずのない女房をいつまでも待っていなさるより、一日も早くお父上に詫びを入れなさるが身の分別。申すな、聞かぬ。どうあっても聞かれませんか。早く来い。それじゃあ話を変えるとしまして、さすがは親親ずり、なかなか初手から目先が利きますな。嫌味を申すでない。いや、嫌味ではございません。岡っ引き三十年のこの伝七の先手先手と事件の壺を押さえていきなさるお手際の見事さんには、爺の後継ぎとしては申し分なかろう。何でございますと。たとえ奉行の跡目扱うとも、天下の御を盾としてか弱い者たちの力になれる道はあると申したらしい。それども、ママ、それよりも爺、この一件の下旬のあたりは。とんと見当もつきませぬが、おゆらの方下旬にあらずとだけは分かっております。さすがはじいじゃ、よう判じたの。おゆらの方下旬どころか、いずれは近く被害者として毒殺されよう。お帰りなさいませ。なんだ、起きていなすったのか。たまに所在がございませんので、今日は起きて三次さんのお掃除を手伝わせていただきました。そうですかい。病人も寝てることが退屈になりゃもう閉めたもんだ。ところで宗之助さん、今日まで大事を取っておふくろさんにもお兄さんにもお会いしなかったが、どうやら近いうちに天が晴れて対面できるそうな塩梅ですね。お帰りなさい。ご苦労様でございます。ただいまちょっと判事から聞きましたが、神屋敷から何か申し出があったとか。そのことにござりまするが、今日のお昼過ぎにご家老様のお大臣の方が宿へ見えられ、殿様格別のおぼし召しによりまして、ぬいにご出資差し許されるとのこと。ぬい殿にご出資を。はい。して宗之助殿の件についてはなんと。ことが穏便に収まりましたゆえ、このままお見逃しに。身勝手しろく。そろそろ地金をさらけ出してまいったの。そこでさて、ぬい殿のご存念は。ご家老様の達し通り出資いたしまする。すでにそうご決心か。はい。まかり違えば一命にも関する大事じゃが、それについてのお覚悟は。できておりまする。無実の証しが立ち、宗之助様をもとのご潔白のみにできまするな。私の一命なす物の数でもござりません。あっぱれなるご神体。そのお覚悟なら先方へ参っても、拙者とともともに存分に働けよ。とものも通せられますからには、もしやあなた様も参らねばなりますまい。すでに縫殿に出資の達しがあったからには、いずれは拙者にもお招きがござろうい。わしにはどうも分かりかねるんですが、なぜ旦那にまでお招きがあるんですか。すでに相当の手帳を握ったこの早乙女門殿の助を、もはや野放しにしておけぬとあれば、進んで神屋敷迎え取るの人で、
他に何の手立てもないはず。お頼み申す。お頼み申す。へい。へい。どなたはんです。出社ことは松平荻の神様家中。なて友頭を務める兵藤を助けて申す者にござりまするが、早乙女門綱様ご在宅にございましょう。何ご在宅とは出やちゅうね。何かにうなぎの尻尾まぬけ何本だ。何が出やちゅうね。文句あった思い出で勝ててちょうだい。それには方にはや恐れ入りまするが、当藩の江戸麻呂石丸行部のよりのこのれ新書曲げて渡りすぎなどして願い上げてきます。早乙女門綱助様ご参邸にございます。早乙女を参ったと。御意。殿早乙女大尉、お招きによりましてただいま参上つかまつりましてござります。近を進め。ご不快とか受けたまわりました。さればじゃ、大名になる早々から石見銀山とか申す毒の凶王に預かっての。何、石見銀山。殿、さようの久しぶりだせだね。なるほど。しっかり。確かこの屋敷へ参って翌日と覚えるが、お蓮様が世のためにご支援をお開きくだされており、はからずも酒の中に毒が仕込まれて、ために世は危うく一命を失うところであったのじゃ。して、その下手人の儀は。さあ、そのことじゃが、これなる業務が厳しく取り立たしてるところ、意外にも下手人はおいら様。そのおいら様は、何のためさような。わからぬ。今もって世には深いなどじゃ。ぶしつけにはござりまするが、もしやおいら様は、あなた様のご寵愛を独り占めにいたそうとして。何、世の寵愛だと。ためにお蓮様毒害を思い立たれ、図らずもあなた様その巻き添え。待て。その方は事の子細を存ぜぬからさような思い過ごしをいたすのであろうが、お蓮様おいら様は共に亡き兄君様の並々ならぬご寵愛を受けられし方々じゃ。仮ためにもさような不倫不義の取り立てをこの屋敷内において口に出してはいなん。恐れ入りましてございます。で、そのおいら様のご処置は何と。とりあえず上がり襟を申し付け、一味の有無などを吟味いたすうち、またまた何者かがおいら様を毒殺。毒殺ではございません。自害にございます。黙れ。毒殺に選んだ世の子の眼に栗はない。なぜと証拠が。くしくも聞かぬ。もし毒殺といたしますれば、おいら様の自白を恐れる一味の者の仕業にござりましょうや。または別の。今のところはそのどちらとも申される。なれども、いずれにもせよ、その悪鬼にとしきどつもは空ぞろしき仮面をつけてこの屋敷内に忍び、世の一命をつけ狙いおるのじゃ。夜ともなればそやつの古い鍵は時ところを構わず世の眼前に血がついて、恐怖を駆り立て心をズタズタに寸断して、世の眠り世の安息を奪い去る。伝家の隅に世は時より全くものの判断を失い、この氷河、この方が、このサメが毒も悪鬼と見える恐ろしさにたまりかねて、拙者を迎え遊ばされましたか。いかにもその通りじゃ。要はその方の力だけでって、早くこの奥から。さればご安堵なされません。誓って拙者見事根こそぎに毒殺の下手人を捕らえ止めにかけます。頼むぞ早乙女。たとえいかようなことでそうとも構わぬ。許す。よがため家中の者のためにこの屋敷内に潜みあだなす。申し訳ない。万獣ともしぬ色とりでの猫を見る。これがせぬ。頼める。お蓮様の血を浴びた様が貪欲の下でどんな様だ。走
いつもの発作じゃ。ここは拙者どもは処置いたすによって、その他を早く、早乙女様をご仏罪。はい。思いがけませぬ部長、申し訳もございません。何？ご案内なください。いかんはどうぞ。どうやら落ち着かれましたご様子。ご飯時は眠られましょう。お顔を上げられ。はい。なぜお上げになら。上げられ。はい。お名は何と申され。浜地にございます。浜地と。はい。お顔立ちはなかなかご立派じゃが、またよろしからぬそういたしおるの。式難県難立ちどころに至る大凶抜き出しできて、くれぐれもお立ち売る前にお気をつけられ。いかがなされました？いや何、疑心暗鬼。なんだい、そろそろ日も暮れよってのに半人前の雁首を揃えて何の持ち込みだい。早乙女の旦那が万事は伝習館の殺人に従うようにって言い残していったもんですから。何言い残して？で若様はどちらへお出かけになったんだい？さあそれだね、今日あんたは松平明の神から迎えの看護が来ましてな、それであんたは若さんそれに乗って平気で出かけていきやりました。生きて松平の門を出るか、そのまま煙と消えるか、どっちにしても素顔の勝負だとおっしゃいまして。柳田左近にござります。青ごとに名乗るほどの声明でもござるまい。お毒味を。毒味をせねばならぬほどこのお屋敷は毒殺ばやりか。何をぼんやりいたしおる。早くつかぬか。はい。頂戴いたす。でも。かまん、疲れ。心得のある者はの、接待人の顔色一つで毒のありなしが分かり申す。おう、そうじゃ。お毒味と申せばさご。千君出羽様のお毒味は菅谷左門様その名を何と言ったやつだ。あの夜菅谷様には、神屋敷よりお下がりの模様もなく、そのまま姿を消したと申すが、菅谷様の屍はこの屋敷うちのいずれにあるのじゃ。申せ！全然。確かに知らぬか。知りません。なれば今一つ尋ねるが、お由良様をその方に命じて毒殺させたお役様は何という女の方、それを申せ。いいや、存ぜぬ。お由良様毒殺など断じて接触覚えはない。確かにないか。ござらん。ならば致し方がないの。その少年では門戸明記よってやむなく待ったなしの一手ばったりに、この早乙女門戸之助が刀にかけて聞き出す今の二つ、命かけて返答せい。佐古、柳田佐古はいずれじゃ。佐古がおらんか。はっ、ここにおります。すぐさまお参り。今宵の催し物について殿のお呼びじゃ。はっ、はっ。
断じ失礼を。お気にいたされな。先ほどのお話は拙者宗教に思いついた拉致もないデタラメ事、どなた様にもご必要なきをお願い申す。は、確かに。何も言うではない。言わずともそなたの子、そなたの振る舞いは夫の拙者にはよく分かっている。はい。家は去っても同業二人、道は一つと、人様の災難に一念込めるそなたの心には頼もしい。命は惜しめ、命にはならぬ、よいか。はい。梶、日ボタンお銀とやら参っているか。お銀様ならば、ついこの間おつぼね入りをなされました。何、おつぼね入りを。なんだ、まだできないの。はい。もうほどなく。ちっ、厄介な死にだね。何もそうしゃっきらこにならなくたって、お城取りの日ボタンが自慢のこのお銀さんがお部屋様にもなろうかっていう気違いごてんだよ。鼻歌でも歌ってもっとのんびりとおしい。はい。どう？どうだった？しらりとおみな私の目引きに狂いがあった？ござりません。仰せの通りお客様は南町奉行早乙女備前の神様ご着任。働きあやしとくれ。一本どこの退屈男に。そんなものはかえって邪魔っけさ。それよりもお部屋はどこ？もみじの間にござります。何をそれにツンとしてるんだぞ。座れ。トキ。申し訳ござりません。かような粗相も卑怯ずるに、大事な殿の賓客を賓客とも思わぬ、そなたの高ぶりへに怒るなぞ。二人とも座れ。座れおらんか。はい。いかがなされました。お継ぎいたします。よい、こちらにまだたっぷりとござる。それでは読釈で参る。しておいて触られ。はい。いいか、誰にも内緒にしとくんだよ。はい。サンヤ。早乙女様。いずれ一度は顔を合わせるものと予期はしていた。まさか今夜そなたから訪ねてまいると。ご迷惑なれば私。いや、何の。
いささか拙者聞きたくこともあるで、まあこれござる。はい。早速じゃがさんや、そなたの親方はあざとい愚かな男じゃの。我ほど人気のそなたをわずか500両の金子と引っかえにいたすとは。また何のことにござります。殿のご病気全開まで、そなたの芸でつれづれお慰めするとの口実は至極聞こえがよいが、その裏のからくり知ってもそなた驚かぬか。はい、驚きません。なれば申す。久やって拙者一昨日蔵前の二差し大口屋を訪ねた身に、そこの主から聞いたことじゃが、そなたのその五代はこの屋敷の猿お重役にすでに500金で買い取られているのじゃ。ことは極秘のうちに早くから企われていた。あの日波川鉄斎がそなたに諸毛の体改めを申せば、その企みのうちの一つじゃ。まさか鉄斎めが世間まがいの稼ぎをいたしおるとはつい知らぬ。ためにそなたの今の不幸せを早める死にとも相なった。すまんとも。なれてもさんや、道はまだある。打つ手も確かに残されてあるはずゆえ、負けてはならぬぞ。気を強く大きく持って、その身を一つを是が非でも守り抜くのじゃ。よいか、よいの。はい。見てるんですよ。その方は？もやお忘れ。去年から今年の初めかけてしつこくつきまとったスリの姉子があったはずだけどね。お銀か。すぐにそう思い出してくださるところはさすが早乙女の旦那だね。踊り込みよりかぶり物はごめんこむりますよ。私、あの、おや、失礼させていただきます。サンヤさん、お待ち。はい。何もそう逃げるように出ていかなくたって、お前さんと私とはこの吉貝御殿の虎ある人なんだよ。意地とか見栄はさらりと捨ててもっと仲良しになろうじゃないか。どう？変に運勢の似てきたことも因縁じみてるし、なんだか私はお前さんを他人とは思えなくなってきたんだよ。だからできればこの早乙女さんを結びの神様にして、お前さんと仲良しにもなりたいし、ちょいとお耳に入れておきたいこともありますから、とにかくまあここいらっしゃいよ。娘の杯じゃ、受け。ありがとう。代わりに後ほどいいお土産を差し上げますよ。お土産？吉貝御殿の裏の裏のからくりの恐ろしさがはっきりとわかるお土産をね。ん？すまないけど、ついどくれ。それじゃ、早乙女さん。見ていただくんなさい。いただきますよ。間違いじゃねえんだな。
それも死骸がおつぼで運ばれてくるのをわしはこの目で見たんですか。それが旦那、お銀さんを殺した毒ちゅうのはうちの大将が飲むはずの酒の中に仕込まれてあったんだしょってな。はよあんた何とか手を打たんことにはあんた大将もゴリョンさんもあんたお姉さんも枕を並べてキューコトーンってなことになったらこれどうなります。どうやら今日が勝負の山だな。いかがだったでしょうか。5人の役者が入れ替わり立ち替わりで、前回のあらすじを説明するオープニングが良かったですね。うんうん、カメラワークもかっこよかったわ。他に何か感じたことはある？病気見舞いに招かれた阿波踊りの一団が屋敷の廊下を踊りながら移動するシーンがシュールで面白かったな。確かに。次回は旗本退屈男、捕り物控え、毒殺魔伝後編をお送りします。そろそろお時間ね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。